やあやあ、奥井監督。今日はどうしたんですか？君は定年を迎えたはずだけど。ああ、その件については大丈夫です。大人の事情を使って続投しますから。ダメだよ。え、木井監督は大松くんを私が推薦しておいた。大松。まあ安心したまえ。これは一時的な処置だ。君には二上くんと一緒にヘッドコーチをしてもらう。二人でヘッドコーチって？なあに、どうせすぐに優勝なんてできると思っていないだろう。大松くんの成績次第じゃまた君か二上くんにやってもらうよ。わかりました。まあ現状じゃ正直優勝は厳しいだろうからな。もう少し若手を育成する時間がいるからいいや。18年目のシーズン、オーダーを発表するよ。1番レフト、浅野。2番ショート、宮部。3番ファースト、スタイナー。4番サード、グロシン。5番ライト、ブーリン。6番センター、エイトン。7番指名打者、山中。8番セカンド、菱山。9番キャッチャー、春山。続いて投手陣。先発調子次第、高城。先発調子次第、倉橋。先発調子次第、平下。先発調子次第、松谷。先発調子次第、住谷。先発調子次第、牧田。中継ぎビハインド、グロス。中継ぎビハインド、久野。中継ぎ接戦時、森本。中継ぎ接戦時、浅尾。中継ぎ接戦時、森岡。セットアッパー、中西。クローザー、エンフィールド。いやー、まさか奥井がクビになるとはな。クビじゃねえよ。まあ今年 B クラスに転落したらすぐチャンスは来るでしょ。俺も復活の可能性があるぜ。の先発は東北のドクター K 鷹城。対するライオンズの先発は右の大見。この両投手の投げ合いです。熱き戦いが幕を開けます。開幕戦負けたな。残念。黒星スタートになります。久野いきなり怪我か。あらま。留学選手が帰国。ヒラとスタミナ A まで乗ったぜ。いい感じに伸びたな。立花はまだミートが低いな。ヒラとも先発ローテいけるかもな。先発候補はたくさんいるな。立花はまだミート上げないとだな。せめて岩欲しいな。前半戦終了。最下位はロタ。これは1年でクビコースですわ。夏の国際大会メンバー、うちからは森岡が選ばれたか。さあ決勝だぜ。決勝の相手はカナダか。日本対カナダ。うちの森岡は出番があるかな。日本の先発は左の高島。対するカナダの先発は左のフォークナー。この両投手の先発が発表されています。さあ世界一をつかむのはどちらのチームになるか。まもなくプレイボールです。
世界一だ。ついに世界一の栄冠をそれに掴みました。歓喜の瞬間です。結局先発が投げ切ったか。うちの森岡が投げる機会はなかったな。まあ感想はあっぱれだぜ。ここブルースタジアムで最高の瞬間を迎えました。全ての人の思いを胸に戦ってきた日本チーム。今日は願いがこのブルースタジアムで結実しました。最高の瞬間を迎えています。世界一おめでとうだぜ。見事世界一となった日本、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。世界一になりました。数々の素晴らしい日本から破産人選ばれたか。 MVP はイチローだ。さすがイチロー。ノノが企画生だ。お、ノノがきもう少し変化量欲しいな。それ以外は十分先発でやっていける能力。3位に食い込んだのか。お、大松監督マジかよ。防御率は悪くなってるな。防御率4点台か。打率は上がったな。打率再開脱出。さあクライマックスだぜ。まあなんとか3位に食い込んだけど、ゲーム差的に厳しいやろな。リベンジャーズクライマックスシリーズファーストステージ第1戦の模様をお送りしてまいります。ホークスの先発は左のソウル、リベンジャーズの先発は覚醒した男ソガワ。以上の両先発、クライマックスシリーズファーストステージ。マジでノリノリ戸川貫通か。ノリノリ効果だったから。だからこのドヤ顔である。負けた。次どうなるかだな。黒田に抑えられたな。痛いな。これは痛いな。ファイナル進出だ。まあここまではね。さあファイナルステージやで。どうせここで負けて終わるでしょ。監督返り咲きしたいのがプンプンに追ってるぜ。リベンジャーズクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は切れ味抜群の変化球投手高島。リベンジャーズの先発は左の野球。以上の両ボコボコだ。そりゃそうなるよ。第1戦を落としてしまいました。勝ったで。でもまだ一つリードされてるからな。さて本日フルタノリノリ。勝ったでー。ノリノリ鶴田の関東か。救世主になるかも。さて今日のヒーローは勝利投手の鶴田。おお鶴田覚醒したー。マジかよ。ノリノリでクライマックスで覚醒。おお結構伸びたな。コントロールがもうすぐえだ。鶴田今シーズン登板なかったのか。クライマックスで大活躍して救世主になるかも。これで王手だぜ。これマジでワンチャンあるのか。見事制しました。さて今日のヒーロー
日本シリーズ進出だ。バンザイ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 。いやまさか本当に下克上するとはな。大松監督まさかの強引脳絶句。まだ俺は認めないからな。見事クライマックスシリーズを制したリベンジャーズ。日本一に向け次のステージに挑みます。不祥本当なら俺がインタビューだったのに。お伝えしたさあ日本シリーズだぜ。日本シリーズの相手は巨人か。さあ予告上日本一いけるかな。日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左のニック。リベンジャーズの先発はノリノリ覚醒の鶴田。この両投手の先発が発表されています。日本初戦取ったぜ。マジかよ。これは救世鶴田。さて今日のヒーローは勝利投手の連勝だ。おいおい本気で予告状か。高城内ピッチ。今日のヒーローは勝利投手の高城。負けた。まあそう簡単にはいかないわな。さて本日のヒーローは赤町。これで王手だ。いけるいけるのか。さあ本日のヒーローは2名まもなく。負けたでー。まああと1勝だからまだ大丈夫。さて今日のヒーローは見事あかん。これで明日勝った方が日本一に。さて本日のヒーローたちのインタビューが。お待たせいた。日本シリーズは今日勝った方が日本一。大手をかけたけどまさかの落王手。でもここまで来たなら日本一になってくれ。さすがの奥井も手のひら返し。左のニック。リベンジャーズの先発は関東のドクター。ノリノリ鶴田は残しておいたか。先発が発表されています。さあ間もなく試合下克上日本一だー。バンザイ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 。いやまさか本当に下克上達成するとはな。これは認めざるを得ないあっぱれですわ。大松監督は強引の絶句。でも企画的には空気読めてないでしょ。記念すべき初日本一を勝ったらって空気の読めなさ。さすが大松だぜ。見事日本一となった。日本一達成だぜ。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりました。本当なら俺が日本一インタビューだったのに。悲しいな。お伝えしてまいりました。ベストナインアカン。まあ、3位だったからな。スタイナーナイス。お青木新人王だ。青木おめでたし。中西もいいな。プロ新日票だけだったか。青木圧倒的だぜ。戦力外からの新人王は元のチーム叩かれるやろな。今シーズンの成績。やっぱり打線の軸になったのは助っ人軍団だったな。100打点超えはいなかったのね。
もう少し盗塁できる選手がいればもっと点入ってたな。二桁勝利はいなかったのか。エンフィールドは負けが多かったな。中西おじさんはほんといいセットアッパーだったな。とりあえず日本一になったから、ここまでの記録を見てみよう。かなり負けの方が多いな。チーム記録。100敗はなんとか回避できたな。そんな時代もありました。野手記録。グロシンは MVP になったりかなり優秀だったな。投手記録。バウアーとか懐かしいな。最初の頃はバウアー頼みだったからな。エンディング。はいはい、君たち今までお疲れ様。初日本一を達成したからこの企画もこれで終了だよ。日本一は達成したけど、あくまで下克上だから脳幹でしょ。大松監督は有能だからね。君たちはもう必要ないからね。ピエン、本当に大松空気読めねえやつだな。こらこら。まあまだ君たちの活躍を見たいという人がいるなら考えてあげてもいいけどね。みんな俺の胴上げを見たいだろう。俺も俺も続投希望込めでもう一度チャンスをくれー。